お疲れ様でーす。お疲れです。今日ね、やばいね。はい。飛騨牛 500g、はい、プレゼント。すごい。いいな。ね、欲しいという方は、詳しいことは、アットFMのホームページ、はい、プレゼントページを見てもらえば分かるようになってますけどね。このクラブアールを聞いて、キーワードというか、うん、クイズの答えを言わなきゃいけない。クイズは、うん、この3人の中で、はい、牛は誰でしょう。違う、違う。ポテトチップスを食べたんですよね、3人が、うん、でその中で、1つだけ和牛系の味のものがあったんですけど、それを食べたのは誰だという。でもそれじゃあこの動画を見てる人は分かんないです。分かんないです。だからこの中で牛年は誰だでいいです。牛年なんですか、竹山さん。おー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 おお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 おまあ、その点ですけど、はい、ちなみに焼肉で好きな部位、はい、好きな部位は何？手が疲れた。手が疲れた、うん、はい、焼肉の好きな部位は何？カルビ。カルビ。タン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 。俺ね、最近フィレなんだよね。赤身が好きになってきてさ。フィレ。フィレ。はい。フィレ。はい。なんかこの間どっかの焼肉屋さんでヘレって書いてあったね。どこ？あなたの好きな焼肉の部位はどこですか？それを書いても別に当たらないですけどね。当たらないよ。ご応募の応募をお待ちしております。はい。